どうも、ドムです。お久しぶりです。今日はですね、下半身をトレーニングしている人、足痩せ目指している人、必見のトレーニングを紹介します。その名も脱力スクワットです。脱力スクワットをやって、下半身を上手に、丁寧に使えるように、練習したいと思います。面白がって一緒になってやってみてください。どういうことをするのかっていうのを今からちょっとお見せします。見ながらね、どういう理屈なんだろうっていうのを考えていただいたらなと思います。やります。めっちゃ簡単です。見た目はめっちゃ簡単です。リラックスして立って、しゃがむ、起きる、しゃがむ、起きる、しゃがむ。はい、一緒にやってみてください。これだけ。はい、どうでしょう。これだけなんですが、足を上手に使うために必要な、要素がたくさん入っています。これをね、今日は丁寧に説明したいと思います。はい、ではまず今何を一番意識してやったかっていうと、足首の背屈ですね。足首には蹄屈、つま先を伸ばす動きとつま先を持ち上げる動きがあります。この2つ、蹄屈と背屈があるんですけれども、今回の脱力スクワットではこの背屈をめちゃくちゃやります。はい、スクワットっていうとね、膝の曲げ伸ばしとか股関節を上手に使う、背中を伸ばしてやるみたいなね、いろいろ意識することがあると思うんですけれども、今回の脱力スクワットではこの足首の背屈、フレックスって言います。このポジションをたくさん使います。はい、でその背屈のために必要な筋肉っていうのを、まあ解剖学も一緒に覚えてみましょうか。この足首の背屈するための筋肉は主に3つあります。で、まあ細かくは説明しませんけれども、その3つの筋肉の名前ぐらい覚えておきましょうか。1つ目が長視神経って言います。長視神経っていうのは、細かくは言いませんよ。すねから足の指先で、指先もこの人差し指から小指の4本に向かって、すねからこの4本に向かって伸びる筋肉です。これが総視神経って言います。で、もう一つ、このすねから親指に向かって親指だけにつく筋肉、これが、長母趾神経って言います。長母趾神経、長視神経と長母趾神経で、もう一つが指じゃなくって、すねからこの土踏まずに向かって生えてる筋肉があります。これ前頸骨筋と言いますね。前頸骨筋、聞いたことあるなって感じ。前頸骨筋っていうのはこの背屈しながら親指側にこういう風に足首をねじるね、こういう動作に使われる筋肉です。実際に、この動きをした時にここにポコッと筋が立つと思います。背屈させた時に指、親指だけ上げてみたり、全部の指持ち上げたりすると、ここにね、それぞれの筋肉の筋を触れることができるんで、やってみてくださいね。長視神経と長母趾神経と前頸骨筋、この3つの筋肉が主に、この足首を背屈させる筋肉です。で、今日の、脱力スクワットではこの筋肉を使わない、使わずに自分の体重の重さだけで足首を曲げていくっていう意識をする、スクワットです。難しい？難しくない。一緒にやったらできる。で、これがまあ解剖学一つ目、筋肉でしたね。で、筋肉やって、今度関節の動きについて、この足首の背屈、結構しゃがむの苦手な人とかっていると思うんですけどね、この辺であたたたたってなっちゃう人割といるんですけど、その人
とかができてないのがこの背屈動作なんですね。で、背屈動作の方向を覚えましょう。はって感じ、はって感じ。足首っていうのは、こう背屈させるときに、足の向きに対してまっすぐ行くと、ここがロックされていかないんですね。背屈がうまくいかない。つま先に向かってまっすぐ行こうとすると、ここがロックされます。で、じゃあどうするかっていうと、若干まっすぐよりも親指側に向かって足首を背屈させます。言ってる意味わかりますか？まっすぐに向かって、背屈させると足首はロックされます。まっすぐよりも若干親指側に向かって背屈かけます。すると足首っていうのはスムーズに背屈することができます。実際試してみてくださいね。この角度っていうのも人によって全然違いますし、まあね、怪我してる人とかは難しいかもしれないし、外反母趾がひどい人とかっていうのはこれがちょっとうまくいかないかもしれないんですけど、あるいは扁平足の人逆にこう入りすぎてる場合もありますが、まあこれは基本の知識としてね、人の個体差に合わせては今お伝えできないですけれども、基本的にまっすぐではなくって内側に足首は動くんだよっていうのを少し覚えておいてください。で、人それぞれね、自分が動きやすい、自分が背屈しやすい角度っていうのを、探してみてください。で、まあこれは難しいので、丁寧にやろうと思う場合はやっぱり専門的な知識のある人に見てもらった方がいいと思います。はい、これが関節の動きです。まっすぐよりも少し内側に動いた方が、背屈はしやすいんだよっていう知識でした。はい、この筋肉と関節の動きを意識した上で、この今やった脱力スクワットをやっていきます。で、やり方、まあそのまま簡単です。やってみましょう。肩幅、いや腰幅か。このね、股関節の幅ぐらいで立ちます。あんまり広く立たないでくださいね。腰幅ぐらいで立ちます。で、そこから、つま先の向きは正面です。まっすぐ前向き。ガニ股にならないようにしてください。正面向きで立ったところから、足首、膝をね、前に押し出す感じですね。こんな感じ。こうやってお尻を引いていくんではなくって、膝を出しちゃってください。で、さっき言った3つの筋肉の筋が立たないようにしっかり見えるかな、ここの足首にシワが寄るように、ここにポコポコポコって筋が立たないように足首を曲げていきます。膝を緩めます。足首しっかり曲げます。この状態でお尻が膝の高さに来るまででいいです。ここまでしゃがみます。で、もしね、ダメだ、足首力入っちゃうっていう人は、最初は緩くでいいです。全然、膝しっかり曲げなくても結構です。足首をしっかり折り曲げた状態でお尻を下げていく。で、このまま動ける。で、一つすごい大事なことがあります。この時、かかとの真ん中に立ってください。かかとね、かかとの、こう、外に立ったり、内に立ったりしない。外に立ってる人は、だいたいこれ外反母趾の原因になります。外に立つ人。あるいは内側にこうやって立ってる人も、扁平足の原因になったりするんですけど、かかとの真ん中、外でもない、内でもない、真ん中に立った状態で、膝を曲げる。で、曲げていくにつれて、体重を変えてはいけないですよ。そのかかとの真ん中に立ったままで足首を使ってしゃがむ。で、起き上がる。ゆっくりでいいです。ゆっくり練習してください。で、この時ね、普段トレーニングでスクワットしてる人なんかはすごい背中頑張りたくなると思うんですけど、脱力スクワットなので力抜いてください。脱力です。
股関節、骨盤から上は猫背になっていいので力抜きます。足首緩めて、背中緩めて、お尻が膝の高さに来るまでしゃがむ。そこから起きる。10回やってみましょう。ちょっと汗かくかもしれないけどね。リラックス。かかとの真ん中に立ったら、ゆっくり足首を使ってしゃがんでいく。背中リラックス。で、立ち上がる。足首に力入らないように、脱力。2回目。首も力抜いて。はい、3回目。ふぅ。立ち上がるときも、かかとの真ん中。4回目、かかとの真ん中使って、立ち上がる。5回目、足首にシワをしっかり作りましょう。6。あー、脱力。7。自分の体重で下に落ちていきます。8。踏ん張らない。踏ん張らない。OK。9。立ち上がるときも背中グッて引っ張ったりしないで、脱力、背中緩めて、ラスト10回。ふぅ。はーい、OK です。これだけです。はい。これが脱力スクワットです。この足首をしっかり柔らかく使うっていうのがね、意外と皆さんできてないです。で、それをしないとどうなるかっていうと、もう足首に力が入った状態、土台がもう力入っちゃってるんですね。っていうことはもう他のその上につながる部分も無駄に力が入ってしまうっていうことになるので、土台の部分から力を抜く練習をしましょう。で、無駄な力を使わないっていうことは必要な力が使えるようになってくるので、残念な太い足の人、ごめんなさい。とかは、無駄に力使いすぎてるんですね。だから、足痩せしたい人は絶対ここから始めてください。足首を柔らかく使う。それプラス、例えばこれ、下半身のトレーニングだけじゃないです。腕立て伏せをするときなんかも、柔らかい足首でやります。これをね、グッて踏ん張ってやると、足に力入ってるので、上半身に効きにくくなってきますね。足首柔らかくで、しっかり上半身を使ってトレーニングする。はい。この足首を脱力させるっていうことが、全身のトレーニングにつながってきます。はい。今日はこれぐらいにします。足首を柔らかく。足首の角度。この背屈に使う筋肉3つ。はい。ちょっとお勉強すること多かったですが、今日はこれぐらいにしたいと思います。質問とか、こういうことやってほしいみたいな意見がある方はコメントにぜひ書いてください。はい、ありがとうございました。またねー。